再建が進む首里城正殿の正面に取り付けられる光背透かし欄間の制作作業が先週公開されました。優美な彫刻物には職人たちの高い技術と情熱が込められています。大城キャスターのリポートです。首里城正殿の顔、唐破風の下に飾られているのが光背透かし欄間です。正面に3枚、側面に2枚の合わせて5枚ある欄間には、躍動感のある獅子と優雅な牡丹、曲線が美しい唐草が透かし彫りで施されています。獅子は百獣の王で、牡丹は百花の王って言われるように、やっぱり高貴なものが、2つ合わさることですごく品格のあるもの、そういうものにしていきたいと思っています、はい、先月から那覇市首里で始まった制作には若手からベテランまで5人の職人が携わっています。最年長は県立芸大の非常勤講師を務める県出身の義母勝之さんです。当時の精密な写真も出てきたので、なるべくこう当時の様子がどうだったかっていうのを見ていただきたいと思っています。制作には新たな発見が反映されています。琉球の文化や芸術の研究者鎌倉芳太郎が1922年頃に撮影した写真をデジタル解析した結果、当時の文様や彫り方がより鮮明になったということです。これ掘りながら実際に自分もこう当時に思いを馳せながら追体験しているようなイメージです。より当時のものに近いものが掘れていくんじゃないかと思っています、はい、この光背透かし欄間、実は表だけでなく裏にも同じ文様を掘っていきます。先行して裏掘って様子見ながら表も進めていこうと思って、で両側から進めないと中心が分かんなくなっちゃうので、厚さわずか4センチの板の両面にボタンや獅子などを立体的に彫る作業は高い技術が求められます。もう4センチの中でちゃんと彫らなきゃいけないので、彫り自体の下げるのは1センチぐらいが限度になるので、頭を使いながらここはなだらかに落とした方が奥行き見えるし、でもここは立ち上がり残した方が多分見えるし、試行錯誤しながら作業するのは2年前に県立芸大大学院を卒業した若手彫刻家小泉ゆりかさん。首里城火災の時は県立芸大の3年生でした。なんか しばらくは衝撃で 何が起きたかがちょっと理解ができないような感じだったと思います。思った以上に自分たちの中にあったものというか身近にあったものなんだっていうことを亡くなってから初めて気づいた感じですね。あの日から間もなく5年、首里城の再建に携われることに小泉さんは大きな喜びと責任を感じています。沖縄の方の心の中でもずっと残ってきたものを自分の手で今までの人たちの思いを感じながら作っていけるっていうことが自分の中ではすごく嬉しかったので、より身を引き締めてやっていこうと思っています。2026年の完成を目指す首里城正殿、その細部まで職人の技術と情熱が注がれます。今回の首里城の再建には技術の継承が掲げられていますが、この透かし欄間の制作においても世代を超えた共同作業が行われているんですね。そうですね、まあ、そしてこの厚さわずか4センチの板を両面から削って奥行きを出すって本当に繊細な作業ですよね、うん、まあ、この作業に当たった小泉ゆりかさんは、はい、首里城の存在の大きさから、うん、当初は携わることに不安もあったそうなんですが、今ではやりがいも感じながら作業をしていると話をしていたそうです。
また現代のデジタル技術だからこそ解明されたものもあるということで、この王朝文化をより正確に伝える彫刻の仕上がり楽しみですね。後輩スカシランマは来月末に首里城に納品される予定です。